こんにちは、筋トレモデルのリアナです。どうも、日本一の代表原付健です。すげえ。てか久々じゃないですか、コラボ。今日は別々にトレーニングします。別々かよ一緒に、コラボ動画なのに別々にトレーニングするの。ちょっと見てください、明らかに扱う重量が違うので。はい、別々でやらせていただきます。別々かよ別々でやるんだ、はい、無理のない範囲で、はい、試合やります。分かる、まあ、それが一番ですからね、無理しちゃダメですから。僕思うんですけど、結構前に撮った、Y4 ジムで撮った、その僕の密着動画、あれね、反響良かった、すごい。未だに言われる。ここに載せときます。ぜひ見てください。あの、でもやだ、あれ私なんか初心者だったから。そう、なんかね、お互い初々しいのよ。あ、そうだ、あのね、動画俺結構好き。あ、そうだ。じゃあ、別々に頑張ります。聞いたことないよ、別々に頑張りますなんて聞いたことない。撮影場所はいつもお世話になってるワンダーライフジムさんです。今月中はジム内がハロウィン仕様になってて、すごく可愛いと思うんで、ちょっと怖いけど行ってみてください。トレーニング中はアンビークのオールインワン EA ピーチ味ずっと愛用してます。これをご褒美に飲んでます。美味しいです。スクワットは絶対にバーだけで最初始めて、結構ウォーミングアップしっかりめにやります。楽しいです。トレーニングの中でもやっぱり一番好きなのはスクワットです。強くなれそうだから。すごい、やつ今すごいって言いながらどっか行っちゃった全然見てなかった。言わないで全然見てないじゃん、カメラの距離で。2番目に好きなのはこのレッグプレスですね。なんかアトラクションに乗ってるみたいな感じがして楽しいです。今シーズンも特に足を重点的に頑張ってボコボコに太くしたいです。ちょっとね、絞ってんのよ今俺。すごい、今ね、体重が105から109になってる。多分105から100、うん、すごいね。だいぶ減った。それでも100あるんだ。うん、ちょっとね、このまま減量しようと思って。へえ。俺ね、気づいたんだよ、みんながさ今、うん、大会終わって増量期なのよ、うん、ってことはみんな腹筋消えてくの、うん、その中で俺だけ、うん、絞れてくの。あ、そうなんだ。ベンジャミンバトン作戦、ベンジャミンバトン作戦。初めて聞いた。いいね、絞れてる、順調に。そう、いい感じ。しかもね、やっぱりね、うん、大会に向けてじゃないから結構こう、うん、ゆっくりできるからね、精神的にもすごい今。でもすごいね、それ大会に向けてじゃないから、なんだろう、モチベーション続くのすごいね。これね、実は私、うん、まだ言っちゃダメなんですけど、うん、世界配信が決まりまして、ちょっと決まったら言えるんですけど、すごい、すごいね。全世界に僕のマークが届く日がちょっと来るんで。へー、すごい。それに乗ってモテたいってこと。モテ大作戦あ、そうなんだ。で、やっぱディアナさんにキャーって言われたい、最後。嘘つかないね、マジで。すごいじゃん。かっこいいみたい。かっこいいみたいってなぜ。かっこいいみたい。マジ最近ハマってる種目あんだよ。そうなの。どう？かっこいい？かっこよく見える。ジムにいるときかっこよく見える、本当に。これみたいな。うわぁ、かっこ悪い。おい。お疲れ様でした。お疲れ様です。多分この動画初ですよ。別々でトレーニングするという。でもこれがリアルじゃない。まあ確かにリアルですね。はい、トレーニングはプロテインです。そうです。僕らはやっぱり大雑把なので、そんな方、ちょっといろんなサプリを取るのはめんどくさいなっていう方、アンビークのプロテインがめちゃくちゃおすすめです。オールインワンなんでビタミンとか入ってるし、ミネラルも入っております。はい、めちゃくちゃおすすめ。めんどくさがりやな。僕らデザインも。そしてビタミン、ミネラルが取れるということで、そしてなんと、新商品です、まあね、ちょっと前に出たんだけど、このメンズマルチビタミン、これね、
もしこの動画を見ている男性の方、ぜひこれをトレーニング前後に撮ってもらいたい。全然違う、俺ね、もともと撮ってなかったの、マルチみたいな。トレーニング前後で朝晩もね、撮った方がいいかな。全然違う、本当に興味なさすぎでしょ。めちゃくちゃいいんだよこれ。やっぱりタンパク質を取るタイミングでビタミンもしっかり取ってあげるっていうのはね、めちゃくちゃおすすめで、しかもここに書いてんだけど、亜鉛とマカっていうのは、あの、その男性がより男性になるようなサプリなんですよ。これはもう皆さん分かって、まあ、男性のことなら分かると思います。男性が、男性になります。はい、ぜひあのトレーニング前後、あと男性になりたい時どういうこと、男性がより男性になりたい時は絶対取った方がいい。これはめちゃくちゃいいよ。皆さんおすすめの味なんですか、プロテイン。私のおすすめの味は抹茶ラテです。抹茶ラテか。これはヨーグルトそうだね、なんか色的にヨーグルトだよね。1位抹茶ラテ、2位バナナ、3位ヨーグルトです。3位なんだ。はい、今日は3位持ってきたんだすごいね、気分転換です。はい、でもヨーグルトは一番人気なんじゃん。なんかすごい人気の味らしい、ヨーグルトすごい。ランキングは3位。3位、カフェオレ、2位、ヨーグルト、1位抹茶。バナナは誰がゴリラバナナ俺入ってないんだよ。そう、そうなの。変な。なんと今月はアマゾンでプライム感謝祭があります。これね、いつもより大きいセールなんですよ。あ、そうなんだ。だからあのセール率も高いみたい、プロテインとか。あ、そうなんだ。じゃあ買いだめしとけばいいね、これは。確かに、今買った方が絶対いいです。はい、コード、ディアナ02で買ってください。02なんです。ディアナ、おつって、お疲れのおつ。あ、お疲れのおつ。そういえば最近、あのディアナコードを使ってくれる人がすごい多くて、アンピークさんからめっちゃ褒められてます。ありがとうございます。なので、あのね、買ってくれた人、使ってくれた人は教えてください。あの、感謝したいのでみんなスッて買ってくれてるんですけど、ぜひ教えてください。この動画がいいねと思った人はいいね、高評価、コメントお願いします。お願いします。